じゃあ始めます、はい、スペシャルウィークもね、はい、無事終わりまして、そうですね、寂しかったね、なんか、で、まあちょっと落ち着きましたね。そうですね。でもニュースはあるんですよ、はい、その後のニュースなんですけどね、はい、日曜日に、うん、ペンキ塗りをやってたんですよ。今週の日曜日。そうそうそう。それで何やったかっていうと、うん、あのすごいね、墓場みたいになってる公園があって、ハゲハゲになっちゃってる。そうそうそう。その公園が昔さ、俺お袋とかとさ、はい、よく散歩してた公園 で、はい、でその公園を、ね、たまたま歩いてたら、うん、その公園のキノコみたいな遊具がさ、いっぱいあると思う、うん、全然もうペンキ剥げちゃって、ゾウなんかもさ、本来の色になってるネズミ色、ね、コンクリートで、よくテレビで見る色に、うん、そうそうそう、はいはい、でキノコとかもカラフルだったんだけど、はい、もう全然なんか汚ね墓石みたいになってて、そりゃ子供はそばは自然に耐えるとしたもうね、ヤンキーも死んだら吸い込まなくなったじゃあちょっと良かったわけですね。まあどうなの？ちょっといいところはいつ、ね。でもね、まあ、寒かったから捨てないのか、今時そんなことしないのか知らないけど、人が一切来なくなっちゃって、で普段さ環境保護やってるじゃんね。はい、まあああいうのにもつながるかなと思って、はい、で川にみんなが来てくれて、はい、川に関心を持つようになったら、うん、なんかこうね、うん、ちょっと環境保護に一歩。前進していくんじゃないかと、うん、一番だってそこ基本ですもんね、そのものにその関心を持つっていうのが、うん、やっぱりその一歩進んでいくことですよね。そう、関心がないものよね。そうなんです。じゃあちょっとね、はい、中継がつながってるんですけどね、すげえマジですか。現地の一心さん、一心さん本当に繋がるの？いやいや繋がってますよ、これあちょっと今まだ繋がりが悪いみたいで、ね、まあアナログですからね。今ウクライナとロシアがちょっとこうぶつかってるから、あの辺でちょっと電波が関係あるの？関係あるんですか？あ、なんかやっと繋がったみたいな。石井さん、聞こえますか？ああ、じゃあちょ、現場の石井さん、現場の石井さん、聞こえますか？石井さん聞こえますか？現場の石井さん、石井聞こえますか？はい、すいません。すいません、音声が今途切れてたみたいで。はい、どうも石井です。どうでしたか今日は。はい、今日はこちらの見てください。まずは素晴らしいですね。いろんなこのパステルカラー使いまして、子供が来たくなるような公園にしました。これペンキを下地から塗りましてね、ちゃんと白を一回塗ってから上から色を塗るという工程を経て、そのおかげですごい綺麗な色使いの公園になって違いますね。後であのちっちゃい枠で塗る前のやつも出てるかもしれないんですけども、そこで比較してください。はい、はい、今日はもう朝からずっと現場入りなんですか？そうですね、もう午前中からでしたね。今日は3月というのもどうでした？いやもう寒かったんじゃないですか？ちょっと、ね、寒いですね、まあ、今袖めくっちゃいましたけど下寒いんですよね。なるほど。もう下もうヒートテック着てますから、ね、いやこちらのスタジオはね、あったかいんでね、はい、いいんですけどね、やっぱ外はまだ3月だと寒いですね、きっと。もうそんなスタジオなんてね、いないんで早く来てください、これ。わかりました。じゃあ、現場から、石井さんのレポートでした。ありがとうございます。はい、いやー、でですね。あー、繋がってね、寒い中、本当にもう、お疲れ様ですよね。大変でしたね。いやいや、と思います。めちゃめちゃ綺麗だったでしょ。綺麗、うん。これね、はい、全部俺たちの実費。実費、うん、あ、じゃあもうそういう、市の許可みたいなのがいる。ああ、一応取った。はあ、取るの大変だったけどね。ブログとかにも書いたんだけど、さーっと公園緑地課さんとね、はい、お話をさせていただきました。まあよくね、まあ、お話をさせていただきました。いやいやいや、二度言っちゃいましたみたいなね。いろいろね、はい、インターネットでもね、はい、あのメールを送ったりとかね、はい、いろいろね、はい、して、まあ、なんとか、はい、でも本来さ、うん、その公園ってさ、はい、こういう市民団体なんかが綺麗にしてってもいいと思うんだよね。まあそうですね、うん、だってさ、はい、公園全部をその公園緑地課が把握して、うん、なんかここで綺麗にした方がいいとか、はい、そういうことってなかなか難しいと思うんで。そうですね。でも毎日使ってるその辺の近所のやつがさ、その気になればこれぐらいできるわけだからさ。そうですね。今回ラッキーだったのが、うん、俺の友達がペンキ屋で、
はい、でそいつが来てくれたんだよ。あ、そうなんですか。だから本来だったらピンク色とか、はい、あとグリーンでもさ、うん、ちょっとあそうですね、あんな、うん、黄緑色というかね、綺麗な鮮やかなというかね、ポップな感じでね、子供喜びそうな色になってたじゃんね。そうですね、あれはね、やっぱ職人の技だね。俺最初ホームセンターで買ってこようと思って、うん、でスプレーでシューってなんか暴走族にねシューってやったろうかと思ったんだけど、はいはい、それだとムラムラになるし絶対かっこ悪いからやめた方がいいわって。あ、でまあペンキ代ね、ちょっと赤字なんです今回、うちの NP のおかげで。ああ、そうですか、はい、まあそうは言いながらもね、まあなんかちょっとね一宮市に対して一石投じたと思う。そうですね、まあ奥町でやりましたね。奥町っていうと、うん、奥町といえば、何何何何、奥町といえば、あのやり手議員で有名な足立議員とかね。ああ、その奥町を地盤となさっている、足立さんという高木議員とかも2人奥町、そちらの方も奥町を地盤となさってるわけですか。先生方が有名ですね。あ、です、まあ、この間からね、はい、まあ、八木先生のね、はい、ファイルばかりで、君は八木君の支援者かねえなんて思ってもらったらね、いやいや高木先生、僕あなたに投票してますよこれ。いや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 、だって俺うちのさ親父がさ、はいはい、高木先生と、はい、あの奥町でソフトボールチーム一緒にやってて、あ、そうなんですね、まあぜひ、ね、はい、投票したあの一票が、はい、ここに来て、はい、高木先生お願いしますよっていうね、もう次ある意味で重たい一票ですね。いやもうね、障害者用のトイレが欲しい。あ、公園に、うん、あ、だってさ、男でもさ、はい、もう男でも俺ぐらいになると、はい、収まりきらない簡易トイレが簡易トイレだから俺収まりきらない、はいはいはい、狭いもんこれ、俺入らないし、電話ボックスの中でちょっと大きいぐらいですもんね。あんなのがポツンポツンって置いてあるんだけどさ、はい、なんか笠松の方の港公園っていうところがあるらしいんだけど、知ってます、知ってる、そこね、はい、めっちゃ綺麗らしいじゃん。すっごい綺麗です。で、障害者用のトイレもあってさ、はい、でめっちゃ綺麗らしいからさ、うん、ああいうトイレが欲しいよね。そうですね。あと僕たまには僕が一つ言っていいですか、うん、あの電話ボックスみたいなトイレあるじゃないですか、うん、あれね、何がいけないかって子供が怖がるんですよ。あ、そうだね。だから僕がその子供連れて公園行くと、あのトイレがあると子供が従わないんですよ。あ、そうだね、はい、じゃあ僕からもあの高木さんお願いします高木さんはね、はい、奥西の議員さんらしいよ。あ、奥町、はい、その西側の、はい、ね、もっとね、高木さんがね、そのゆすりかとかもね、高木さん欲しいですね。もうね、ガンガンやって来年選挙らしいからね。ああ、新選、はい、ぜひまたね、高木先生にね、はい、一票投じさせていただけるぐらいね。ああ、やっぱり前回投票してよかったなんてね。そうですね、奥町のトイレ綺麗になっちゃったってかね、子供も安心ってね、ぜひね、はい、まあ、そういうことで、まあ、普段から言ってるんですけど、はい、我々の放送はスポンサー以外の一切クレームを受け付けませんので、どうにません、はい、はい、お前らいい加減にしろと思ったらぜひスポンサーのほどよろしくお願いします。有名聞きます、はい、キャンキャンでなびきますから我々、もういいことしか言わないペロペロペロじゃあということで今日の放送を終わります。じゃあ現場の石井さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。